ようございます。おはようございます。盆栽大野です。はい、秋の大収穫祭をこの間宣伝したんですけれども、今開催中です。はい、いろんなお店を、そうですよね、さらっとご紹介という動画ですね。はい、はい、そうです。はい、で第7回なんですけど、はい、1回目からずっと出てらっしゃる山荘屋さん、あの秋物がたくさん揃っております。はい、今回ね、私が欲しいのが売れてこてないの。あ、そうなん、うん、買い損ねた。薬師丸のね、リンドウがあったんです。ここがちっちゃい、はい、うん、いや、花がちっちゃい。残念ながら写せません、うん、売り切れております。嬉しいねえ、まあでもね、これから椿ももう入ってるし、種類が変わってるんだよね。これちっちゃいけどね、いろんな種類のツツジあるんですよ。面白いですよね。よく買いますけどね。商品ね、作りやすいですからね。そうそう、あの山野草というよりは商品、豆盆栽の素材みたいな感じでもありますよね。うん、これがいい。ミヤマキリシモか、屋久島じゃない、細葉のさい咲きのツツジ。面白いよね。ツツジなんだ、これ。ツツジなんですよ。葉っぱはね、ちっちゃい。買おうかな。この辺にあったんだよね。私が欲しかった。なっちゃった。新しいと。お寿司屋さん。お寿司屋さんなん。お寿司屋さんと思っちゃった。こちらは今回初めて出店されました青梅の素朴というお店の方ですね。豆盆栽です。すごいちっちゃいですね。そうです ね、 ね、もう手に取ったらはっきり分かりますね。これですね、はい、こんな感じ。お安いんですよ。2800円ですね。1600円とか ね、 あの有名なんですよ、青梅の方では。はこちらの店主さんは女の方ですけど、あの上野グリーンクラブの常設売店に入ってましたので、はいはい、よく知ってます。その後にさらに小さくなってしまった。今回はもうびっくりした。お客さんがみんなびっくりしてわーって見てましたね。小野さん以外であんまこのサイズってあんまりいないですよね。うん、そうそう、お店だと。そう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 、だからみんな喜んで見てます。特になんか おすすめのものとか、うん、おすすめは売れちゃったよ。売れちゃった売れちゃったよ。これどうしよう。おお、いっしょ。ああ、これね、これね、3本あったのかな。ここに1本ね、あのうちの会の重鎮が買いました。はい、昨日買っちゃいました。結構だから年数かかってんですよね。かかってますね。かかってますよね、これね。木肌が古いですね。こういうことなんですよ。あと、こちら、常設の15番さん。15番さん。15番さんが、あの、台を増やしてやってます。うん、で、まあ、いろいろ山野草もありの盆栽。でこちらが常設の11番さん、ね。はい、あの常設はあるんですけど、増設で出てます。やっぱだから商品盆栽のイベントってことでいいんですよね。みんなサイズちっちゃいですもん ね、 まあ、んでね、まあ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 ね、うん、商品盆栽と山野草の、もともと山野草の方が多かったんですが、コロナでどうしても来れないということで、意外と関東の人いらっしゃらないですかね。長野とかね。なるほど。こういう人が多い。ここはうちの営業の河野さんの棚。だからいろいろ色、あとここは12番さんの常設をの増設、ね、増設。こちらね、うん、
牢屋柿、いろんなのありますね。あるこんなちっちゃいのね。あ、結構でもいいお値段。そう、いやこのこうなるからね、ちゃんと。あ、綺麗。ここも常設49番さんの常設台です、うん、まあ鉢、結構サッカー鉢いろいろいたり、あと赤い木あ、立派なのが、うん、そう、豆というよりは貯金として、うん、もう今日2日目の午後なので、ちょっと商品が結構売れてますね。盆栽用の名物、保育園の苗木コーナーがずーっと先まであったのが今これになっちゃう。今これだけ。だいぶ減りましたね。じゃあ、明日どうしようかな。鉢、うん、コーナーを広げました。うん、ね、二棚。しょうがない。なんか、うん、すいません。いろいろあります。なんかいい おすすめありますか？小鉢コーナーは500円、500円コーナーが学館が読めない鉢とか、私の知らない人とか、昔知ってるけど今作ってない人とか集めて、あ、こっちも500円、そう、面白いの、だいぶ減りましたね。だいぶ減りましたね。あと1000円のも、ここ1000円だけど、これね、紹介したやつ、これ結構売れましたよ。もあるし、ここら辺もね、わかんないよね、わかんないよ、楽観が読めない人とかがいっぱいいてるもんね。あとはもう、まあ、ね、はい、竹の鉢は売ってました。ああ、エバチ、はい、どうですか、売れ行きは。初日が意外と少なかったですよね。びっくりしたって。でも今日はすごく来ました。やっぱ今日から連携だから、ね、すごい来てましたよ。朝だって並んでて、いきなりバーって来たから。いいですよね。はい。あと、ね、小関さん。これ売れないんですよ。これ可愛いですよね。しかも1000円でしょ。これいいと思いますけどね。この下もいいですけどね。はい、この下の、はい、あ、これいいですよ、これ。これね、これね、植えると面白い、うん、植えたのがこちら、タイガ先生が、これ当時に持ってたやつ。手が痛んだね。そう、痛んだ。とあのすごいあれ暑かったからですよ。うん、なるほどね。日差しが強かった。これいいですよね、これ紹介紹介していいの？元奥さん元奥さんが書いた言い方ちょっとあれだよね。別の言い方ね。なんかね、いいんですよ。うん、細かいですね。細かいもん。どんどん上手になって、うん、そう、すごいよね。いつ3代目ですって名乗ってもおかしくない、うん、おすすめです。おすすめですね。おもとも売ってます。マスコ焼き穴開いてるか、これでもいいですね。面白い、釣れる、うん、マスコで知ってくれ。一般の秋が多い。私的にはね、このこれがいいかな。ウソ残暑。ウソ残暑。これもっとちっちゃい鉢に入るぞって思いました。そうですね。元気だよ。このサイズでこの太さでね、なかなか作るのが大変。
はい、自分の席はこちらですね。はい、展示ですね。展示です。はい、主木心拍で、あの動画で撮影したやつですよね。うん。うん、奥に置いて、崖の景色と、手前にもみじと青空と、決めたでですね。だと変える。どうでしょうか。なんか、結局動画でやったのと、うん、一緒。だからこれはやってないかな。ただ、タベは入れてないですよね。タベは後から自分が作ったやつ。あ、食会はね。そうね。どうですか。いや、もう青つづらがもうぶら下がってるから、はい、こっちの食をあの青つづらに乗せてたんですよ。うん、そしたらなんかモミジが小さく感じてなんか青つづらがバカにでかく感じたんで、社長がこれ逆がいいんじゃないかっつって書いて、そしたら本当にシフト決まりましたね。決まりました。さすがです。どう完璧、はい、完璧完璧、うん、よかったです。はい、このような結果になった、結果になったという、はい、はい、ありがとうございます。あさみさんのこれはどういった、うん、まずすごくが赤松のこの石すごく古くてポットに入ったまんまのうちに、うん、7年、こんなに、うん、最初葉っぱがねこんな長くて全然売り物にもなんないし肌もツルツルだったから、はい、こんなに植え替えた。そしたらね今年見たらね詰まったの、うん、この葉っぱが。でさらによく見たら古くなってるんで、うん、こんなちっちゃいこのぐらいのポットに入ってたんでそのまんま、もうちょっと大きい鉢だと普通になんですけど冷たかった。ギュッてギュッて、これで十分。根っこ切ってないんですか。切んないで、はい、いいですねこの曲線は。面白いですね、自然パック。でこれが1本だけどういうわけか紅葉してしまったツタ、ツタ、これなんで1本だけ紅葉してたか分かんなかったんですけど、うん、鼻にポツンと言いましたね。これ動画出てたやつ、これね、ここに違うものを置こうとしたんですが、うん、これが合うんですよね。だから、うん、チェンジするとね、うん、このモダカはね古いです。石付きですし、うん、あの最初葉っぱがあんまりなかったんで飾れなかったんで、うん、2年ぐらい前はもっと葉っぱがなかったの、うん、そのまんまほっといたらだんだん出てきてなんかコケもこう生えてきて、うん、かわいいですね。これはいいかな、うん。であと本当はここにあのカイドウの見物が来るはずだったんですが8月にポコッて落っこっちゃったんで、うん、急遽変えたんですけど、これ自然な感じで、これはハマゴっていう植物なんです、はい、種から生えてきてるんですけど、本当は海岸で空色の花が咲く。空色、うん、そうで、これが大雪山おとぎり草っていう、はい、一番おとぎり草の中で極小、うん、で動画で紹介してますよね、多分ね同じに、うん、見たと思いますけどね、これは勝手に生えてきた小金でした。小金でした。そう、という、そう、ちょっと、うん、変えちゃったんだけど、まあしょうがない。今年の夏は暑いんで見物が落ちるんです。なるほど、ここって落ちる、うん、はい。というわけで、はい、いろいろ回りました。暑くてね大変でした。そうですね、はい、多分この動画出てる頃はもう終わってると思うので、そうですね、まあ、来年もね、そうやりますよね。うん、来年もやります。第100回ですね、はい、はい、好評なんで。9月の催しあんまりないんでね。じゃあさね、いろんな人の声入っちゃってると思うんですけど、あ、すみません。これ気楽回転、はい、ミニ盆栽の気楽会、結構有名なんですけれども、はい、10月の5日、6日、2日間、川口安行道の駅ジュリアで開催されます、はいはい。私もいます。原志水さん、はい、あのメンバーですね。ぜひお越しください。はい、展示と即売会。展示と即売、うん、ね。会員の木が即売で、私の木も会員の一部として即売します。なるほど。はい、じゃあこちらは次のイベントということで。そうですね、はい。というわけで、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。しょうがない。はい、閉めてどう。ウィニングラン。この動画いいと思ったら、グッド登録ボタン、チャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
Thank you.